いつかこの雨が止む日までは、東海テレビの制作により、富士テレビ系において、大人のドドラ枠で2018年8月4日から9月29日まで放送されていた日本のテレビドラマである、連続発回。略称は、いつ雨。主演は、渡辺真由。ミュージカル女優に憧れ、11歳の時に、 兄が殺人犯として逮捕されたことで人生が一変した主人公がミュージカル劇団に所属しつつ真相を追求する姿を恋愛要素も盛り込みつつ描いたラブサスペンスドラマ。ある日突然犯罪者の家族になってしまう。一歩間違えば誰にでも起こるかもしれず自分の力ではどうすることもできない人生の不条理の中、主人公の光がどう抗がい。 前に進んでいくのか、人が生きる力の強さを描こうとしていると、東海テレビプロデューサーの松本慶美には、コメントしている。主演舞台、アメリで、AKB48 卒業後の5月に、ミュージカルデビューした、渡辺真由が、ミュージカル女優になる夢を抱いた、主人公、光を演じており、本作が、AKB48 卒業後初の連続ドラマ、出演並びに主演となる。 7月30日に東京都内でドラマ制作発表と記者会見が行われ、主演の渡辺、プロデューサーの松本と共に共演のホリー・シンタが出席した。クランクアップとなる最後の撮影はミュージカルロミオとジュリエットの舞台シーンで最終回の最も大切なシーンとなり、東京都内近郊の劇場を借りて早朝から時間をかけて収録が行われ、 渡辺のファン400人が観客役としてエキストラで出演した。東海テレビの番組公式ウェブサイトではタイトルバーにおいてドラマのタイトルとともに A 代のジュリエット・イン・ザ・レインが併記されている。ミュージカル女優を夢見る少女であった森村光は15年前に兄、国彦が恋人のミュージカル女優、浅見を殺害した犯人として逮捕されたことから、 人生が一変してしまう。殺人犯の妹となり、母方のせいに変え、北園光として、息を潜めるように闇の中で生きてきた。光は、キャバクラで働き、精神的に病んだ母、優子を支えながら、劇団海蛇で、ミュージカル女優になる夢を追い続けていた。光は、幼馴染の谷川和也と15年ぶりに再会する。そして、福駅をへ出所してきた国彦から、 朝めを殺していないと告白される。その国彦が接触した劇団の舞妓が不審な死を遂げる。光は劇団主催の天軸に新公演、ロミオとジュリエットのジュリエット役に抜擢されるが、劇団にいられなくなる危機に陥る。15年前に光を守ると約束してくれたカズヤに救われ、ジュリエット役を失うものの、自分の居場所である劇団に戻れることができた。しかし、 今度は照明の落下事故が起きて、真珠リエット役の命が負傷し、劇団の活動は一時休止となる。国彦は、浅見の姉、千尋の家にかくまわれていたが、千尋から浅見のお腹の子の父親が天軸だと告げられる。千尋、浅見の父で政治家の矢吹は、金で15年前の浅見殺害事件の担当刑事だった合田に目撃者の少年。 カズヤの記憶を改ざんさせていた。天竺は再び、ジュリエット役に光を当てるが、光の目の前で死ぬ。国彦が歩道橋から転落し、意識不明で病院に運び込まれる事態が発生する。ありがとうございます。